おっと驚きのホームラン予告です。おお、いいですね。これをやった上で本当に一発ぶち込んでほしいですよね。ええ、ほっともっとフィールド神戸には大観衆が詰めかけています。日本シリーズもいよいよ大詰めです。オリックスバファローズ対読売ジャイアンツのゲームです。まずはバファローズの先発山本がほっともっとフィールド神戸のマウンドに上がります。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。空振り三振、打ちました。一郎アウト、引っ張った、取りました。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回ジャイアンツ三者凡退です。頑張れオリックス、日本一へ。バッターはイチロー、相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。インサイド打ち上げました。高い打球左中間へ、レフトが取りました。バッターは2番に入っているイチロー。まずはワンアウトを取っています。初球時、これはどうだ、破りました。センター前、気をつけたいですよね。なるほど。さあバッターはランナースタート、キャッチャー二塁送球する、タッチアウト、盗塁失敗、打ちました、流しました。レフトに上がった、ウィーラーが掴んでスリーアウトです。この回バファローズ結局3人で攻撃を終えています。頑張れオリックス、日本一へ。イチローが打席に入ります。打ちました、サードの左抜けました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう、フェアならば先制かというところです。抜けた、セカンドランナーかえれば先制、センター前ヒット。さあチャンスを広げていきます。これが1球目、低めのボール打った、上がりすぎたか。さあサードランナーはどうする。さあ先制のランナーがタッチアップ、サードランナーがホームに帰る、打った、これはどう、センターに抜けました。バックホームする、サードランナーホームイン、バファローズ1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、打ちました、いい当たりだ、伸びていく、どうだ、入れば貴重な、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。打ちました、痛烈な打球、下がっていく、下がっていく、ぐんぐん打球伸びて、今日はもう本当に思うような展開になっています。高めのボール、センターに抜ける、これが3球目、ランナースタート、見逃し三振、ナイスキャッチャー送球して、さあなおもチャンスは続きます。ここはしっかり、初球時、さあどうだ、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン、赤星さん、点差はあるんですけれども、打ちました、岡本、これはサードのエラーです。流しました、サードの左抜けました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、打ちました、いい打球だ、大きな打球になった、入った、ホームラン、スリーランホームランが出ました。レフトへ、これは上がりすぎ、ここは打ち上げています。最後は外野フライ、掴んでアウト、オリックスバファローズ日本一達成。今大歓声に包まれながらオリックスバファローズが見事日本シリーズを制しました。